のしろやくたなばた。のしろ町にて、天空の富や城のしろやくたなばたは、毎年8月6日から7日にかけ、秋田県のしろで行われる祭りである。6日の午後から夜にかけて、巨大なシャチ飾りを乗せた長角型の灯籠が市内を、ねり歩き、7日夜には、灯籠から取り外されたシャチ飾りを米ねが、 祭りは、江戸時代に期限を持つの代の住民自治の仕組みであった五町組制度と深い関わりがあり、これら町組を構成する各町が、弱と呼ばれる祭りの実行団体を組織して、実施にあたる。また、年ごとに、祭りの実施主体となる町組と、その中でもお大邸と呼ばれる、当番町が決められており、町組のローテーションは5年で一巡する。灯籠を出して、 祭りを実行するのはその年の当番となる町組のみであり、それ以外の4つの町組は観客の側であって運営には関わらない。また、各町組で灯籠の運行コースが異なるため、毎年灯籠の運行コースが変わり、参加する灯籠の台数も一定しないのが大きな特徴である。なお、野城市では8月の第一週を棚場旅ークと称し、2日に 子供七夕3.4日に天空の不夜城という二つの祭りが役七夕に先立って行われる。本記事ではこれらの白の七夕行事についても一括して記述する。の代役七夕は新歴8月1日から7日にかけて行われるの代の七夕行事のうち競技には8月6日と7日に行われる行事を指すが、 それに先立つ8月1日の会所開きをもって、役七畑の始まりとする認識も一般的である。ところで、役七畑という名称の由来は、参加する当事者すべてに役職が割り当てられ、厳格な上下関係が守られているからとも伝わるが、記録上、役七畑の後は1897年地元の五福少将、沢金一郎の残した日記に初めて見られるものである。 そこでは、明治三十年満潮当番なり、薬棚畑は、大町村上予兵の作に手五条なり、宮島の京なり。とあることから、当初は、当番町の出す道路を恐れ、事態を指して、薬棚畑と称しており、一方で、行事自体は、江戸時代からの故障である、寝ぶ流し、眠り流し、眠た流し、眠り流し、あるいは単に、七畑等と呼ばれていた。 この行事の当番町が出す大道路を、火星町の出す灯路を特別して、役七夕と呼称する要例は、1907年に、の城に来遊した、廃人、川島壁五島の指針によっても裏付けられている。このような要例は、実に、昭和戦後の新聞記事まで連綿と見られるものだが、 元来旧暦の7月6日夜から翌朝にかけてのみ、行われていた、野代の七夕行事が7月1日から7日までに、拡張されていく過程にあっても、現にである大型道路の、役七夕運行は7月6日夜のみに限るという、伝統が守られ続けたことで、7月6日から7日にかけて行われる行事をも特に役七夕と呼称する、意識が形成されていったものと考えられている。 同時に、役七夕という子が、様々な応接儀礼を取り交わしながら実行される、この行事の実態を説明するのに、適切な表現であったとも言える。一方、戦術の通りの城の七夕の諸行事は、元来、根部ながし等と呼ばれていたことから、1996年に、秋田県教育委員会によって、記録選択無形民族文化財に指定された、祭の名称は、 の代の根ぶながし行事となっている。また、昭和戦後に、七夕の観光家を焦点とする七夕改革論が持ち上がる中で、の代観光協会が根ぶながし会を結成、1969年から誇張組の実施する役七夕とは別個に観光七夕を運行した。この観光協会主導のの代根ねぶながしは、 1972年から3年間は、東京、銀座祭りで、出張運行するなど宣伝に努めたが、薬田縄田との行事の違いがわかりづらく補完的な、位置づけに止まり、以後再開と中断を繰り返す、象徴の歴史をたどっていくこととなる。野代根、ね、永なと薬田縄田は灯籠も、同一の様式であり、野代火力発電所に併設された野代エナジアムパーク。 内にあるね、ブナガカンでは、灯籠が常設展示されている。シャチ飾りを倒して、北は、新方本社前を通過する、七夕灯籠役七夕の灯籠は上郭型と称するものだが、上部のシャチ飾りが高さの半分近くを占める形態となっている。野代の七夕灯籠の形態は、天保期に地元の大工、宮古市や加禄によって制作された。 名古屋城天守を模した灯籠が好評を博したことから、幕末期に城郭型灯籠に統一されていったものと考えられている。この元来の城郭型灯籠は、現在の天空の不夜城の形態に近いものであり、シャチが巨大化した広大の姿とは異なる。役七夕の灯籠が、シャチの大型化という変化を遂げたのはやはり昭和戦後であり、電話線の普及が背景にあった。 電線に比べて電話線は低く張られたことから、灯籠全体の高さを抑え、シャチ飾りを後ろに倒して、クリアランスを確保する工夫がされるようになったのである。上格型の灯籠は、城という政治権への同型と、反面幕末期において、現実の政治権力が失墜していく過程に対しての、の代しろの町人の結束という二つの背景から、需要されていったと言えるものだが、 戦後のシャチの巨大化とその土台となる城郭の縮小は元来七夕道路が持っていたこうした物語性を遠ざけることとなった。一方でシャチの大型化はシャチ流し行事に迫力をもたらし、またシャチ飾りを倒して電線の下をくぐり抜ける姿もこの祭りの見どころとなっている。野代七夕天空の不夜城は役七夕に先立つ8月3日。 4日に行われる観光行事であり、2013年から開催が始まった役棚渡とは別個のイベントである。交流人口を増やし地域を活性化することを目的に、野城商工会議所、野城観光協会、野城青年会議所、野城市役所が中心となって2012年1月に天空の不夜城協議会を結成。 大型七夕の復元プロジェクトがスタートした。かつての姿そのままの大型道路の運行を可能にした背景には、野ろ市中心部の国道101号で、電線類地中化が完成したことが挙げられる。2013年に、明治後期の高さ発射と伝わる城郭型の灯籠を復元し、これは戦術の宮古市やカロクの名前から、カロクと命名された。 翌2014年には2期目となる、高さ24.1メートルの灯籠が完成。こちらは、檜山城を拠点とした当地の戦国大名、安藤愛紀にちなみ、愛紀と命名され、この年から大型灯籠2期体制となった。また、大型灯籠と合わせて、野城根、ブナガ市からも、野城若と呼ばれる灯籠2期が参加する。なお、 愛機の高さ24.1メートルは五所川原立名蓋を上回る日本一の高さである。また、運行区間が電線が地中化された国道101号上に限られることから、役七夕と異なり運行コースは一定で、市役所前交差点から通り町交差点までの間となっている。子供七夕は市内の子供たちにより行われる祭りであり、 七夕ダィークの先陣を切って8月2日に行われる。こちらも天空の不夜城と同じく会場は、野城市中心部の国道101号城、市役所前交差点から通り町交差点までの間である。役七夕と異なり、灯籠のモチーフは自由で、町内会ごとに制作されたアニメキャラクターなどをかたどった灯籠が会場をパレードする。 このほか、野城市立野城第一中学校、第二中学校には、それぞれ一中和か二中和かと呼ばれる道路があり、2019年まで、毎年9月に行われていたお名残フェスティバルでは、同校の生徒たちによる七夕道路の運行が行われた。野城役七夕を再興する七夕組の制度は、江戸時代に始まる野城の住民自治の仕組みであった五町組の、 制度を下敷きとしている。近世の野城は、日本海に向かって流れる米城川河流砂岩に、発達した東西に細長い都市であり、その後の発展に伴い市街地が南へと広がっていった。野城では、藩の首ゆである、久保田城下町と異なり、住民の職業、商売ごとの町割ではなく様々な生計の人々が、各町に混住しており、また初期には問屋や,や、 酒屋、七夜といった一部の商売を除き株仲間による組織化も行われなかったため、商売の権利をめぐって、町同士の対立が目立つことは少なく、むしろ各町で相談の上、町場に課される税や各種不疫の平準化を図る慣習が形成されていった。このような背景のもと成立したのが五条組であり、古くからある有力ないつの町を親町として、 信仰でより小さな規模の町を枝町として付属させる仕組みが江戸時代中期に形成された。なお、五町組制度の主眼はあくまで住民負担の平準化にあったため、親町とセットにされる枝町には変遷があり、各組の規模が大きく異ならないよう幾度か組み替えられた。従って、枝町は必ずしも親町と地理的に接しているわけではない。 後世の役田畑では、長組を単位として、祭りを再興する当番が輪番で巡っているが、このローテーションは、江戸時代の五長組に起源を持つものであり、清助長組、大町組、上町組、万町組は、江戸時代からの名前をそのまま引き継ぐものであるに、正式に成立したもの。口日、そして、それぞれの町は祭りを再興するにあたって、 有志で、七夕道路の運行組織である、弱を作り、町の略称と組み合わせた名前で呼んでいる。五町組の編成は、以下の通りである。それぞれの町組は、親分にあたる、親町と呼ばれる町と、付属する、枝町で構成されるのは前述した通りだが、枝町にさらに新たな町がつくことがある。例として、上町組所属の畑町新邸は、 上町の枝町ではなく、上町の枝町である畑町の枝町である。この場合畑町新邸は、上町から見て、孫にあたるが、子である畑町と同様、枝町として、ひとまとめにされている。なお、これらの町名はあくまで七夕への参加にあたっての町名であり、現在の行政上の町名と合致しないことに留意する必要がある。 薬棚畑の再興には五丁組制度が深く関わっているが、今日では五丁組とは、薬棚畑や日吉神社ご神交祭といった祭礼においてのみ、伝統的な枠組みとして現れるものであり、現在の行政上の気候や住民自治の仕組みと別個の存在である。なお、薬棚畑の特徴として、祭りを再興するのはその年の当番にあたる一組。 だけであり、それ以外の4組は観客の側である。さらに、祭りの当番年にあっても、5町組の親町が必ず、祭りの大帝を務めるわけでなく、各町組を構成する、町町の間であらかじめ大帝の順番が取り決められている。同じく上町組で説明すると、上町組の当番が5年に1回であり、 さらに上町組を構成する4つの町が順番に大帝を務めるため、個々の町に大帝の順番が回るのは20年に1回ということになる。当番年の町組の中で大帝以外の町は、火星町として大日の党をサポートするため、4町で構成される上、町組の場合、大帝1、火星町3の体制となる。このような町組の中での大帝の順番を決める。 取り決めがなされるようになったのは、昭和戦後になってからで、上町組では1947年のことである。また、古くは、親しみ亭といって当番年以外の町組からも、火星町が参加して、七夕道路を出すことがあったが、現在は、どの町組も組他の町からの火星を受けていない。ただし、以上で述べた七夕道路の参加数はあくまで原則、論であり、 町内の世帯数現象を背景として、枝町が合同で、七夕道路を一気だけ出すことも珍しくない。例として万町組では、1973年以来、親町である万町のみが大抵を行い、枝町である中町、上川反町、幸い町、羽立町が合同で道路を出して、二期体制での運行となっている。さらに近年は、町内の高齢化や、 人口減少を背景として、清助町組では、火星道路が出ないこともある。大帝とは、約七夕を再興するにあたっての町組の中での当番であり、祭りの所実際を取り決めて、火星町を主導し、七夕道路の運行では再興尾を務める。大帝と火星町の立場の違いは、七夕道路のシャチ飾りにも現れており、大帝のシャチはヒレを張り出したギザギザの尾で、 火星町のそれは、なだらかな丸みがつけられ、シャチの王の部分に雲がかき入れられている。一方、町組の中での親町の立場は、儀礼化されている大帝と火星町の連絡、応接の中で、権威として色濃く残っている。枝町が大帝を務める場合、親町から、正式な大帝要請の使者が来て、それを受諾使者をもって返答することで初めて、大帝として、 振る舞えるのである。なお、本段落冒頭で、大帝とは、役七夕を再興するにあたっての長組の中での、当番と記したが、この意味合いで大帝という語を用いるのは、上町組、満町組、清助町組、柳町組であり、大町組では、役七夕の当番を指して、親帝と言い,い、長組の中の親町を指して、大帝と言っており、用語の意味合いが逆転している。 昭和30年代から40年代にかけての新聞報道でもしばしば七夕の当番町を親町と記したものがあったり、大帝という国を用いず単に当番町と記すケースも多く見られることから、親町と大帝の用語の意味と合法は絶対的なものでなく、慣習や時代の経過によって変化し得るものと考えられる。役七夕の実行組織である弱の内部では、 上下関係が厳格に守られており、8月1日の会所開きをはじめとして、行事の節々で厳粛な作法が求められる。その一方で、五町組間での引き継ぎは行われず、毎年祭りが終わると、暗黙の了解のもと翌年の組に引き継がれているので、ある。王朝組、上町組、満町組、清助町組、柳町組というローテーションは明治中期以降、 暗黙のうちに引き継がれ続けてきたものであり、またこれら五町組を横断する組織も存在しない。しかし、旧の白港町の町割りに沿った五町組の枠組みは、その後の市街地の拡大に必ずしも対応するもので、なく、五町組の改革は、役七夕を全市的な行事に改めるための七夕改革論の焦点として、後々まで横たわることになるのである。 弱とは、七夕に参加する各町の住民有志の総体である。すなわち、七夕の当番年に当たると、その町組に所属する各町で祭りに参加する住民によって、実行組織である弱が葬式される。町組の中でどの町が大帝を務めるのかはあらかじめ、申し合わせによって決められているが、儀礼として、親町の弱により、大帝就任を要請する使者が使わされ、 当番町の弱がそれに対し死者を持って受諾を伝えることで、初めて大帝としての振る舞いが許されることになる。そして、大帝の弱では、同一組内の弱に約七畑への参加を要請し、その年の組織体制を作ることになる。このやり取りを火星要請と火星受諾と呼ぶが、これらもまた死者を持ってやり取りし、その応対は儀式化されたものとなっている。 弱の内部構成は各町によって異なるが、いずれも階級的な組織となっており、七夕道路の引き手や笛、太鼓の奏者である若者と祭りを統括する立場にある若町、さらには課長を引退して、貢献、顧問、相談役などとなった行為の役職者によって構成される。この内運行の主役を担うのは若町と若者の二つの階層である。 和歌町は、祭りの所持を中心的に取り仕切る階層であり、町によって条件は異なるが、今日では、若者の定年である四十二歳以上で、一定年数以上若者の役柄を務めた経験者が昇進する。しかし、古くは、和歌町になるためには、家柄が判断されており、要求される、拠出金の観点からも、実質的に町の富裕層以外から、和歌町となることは、 不可能であった。したがって、戦前は若者から和歌町に昇進する改定がなかったばかりか、1975年頃まで家柄だけでなく、同町に3代以上定住していることまで和歌町就任の要件とするような町も存在していた。戦後に七夕改革論が求められる中で、差別排除と平等化を求める声が強まり、全近代的な制度が解体されていくが、 戦後でも若者が、若町に昇進する改定が存在せず、若町顧問貢献に昇進するコースと、若者から、若者頭から、相談役に昇進するコースの伏線的な改定が、並存する町も存在した。これは、旧来の家柄を背景とする制度の名残と言える、ものである。また、若町階級の中にはさらに幹事長あるいは筆頭、若町、 王接和課長、和歌長常任和長、町、唐都市和歌短期和長といった細かな役職が存在する。これらはより経験のある和課長が後位に昇進して、後進の和課長を指導する仕組みであると同時に、後位者であるほど拠出金を多く出して、七夕に貢献する、王能的負担の仕組みでもある。また、本節冒頭で記したように、多町の弱に対しては、 使者を使わして、やり取りをするが、これを担うのが応接という役職である。古くは、若者、若長町とは別に階級としての応接が存在しており、時期に通じ面絶の爽やかなものがこれを務め、若者の中から抜擢されるケースと、若長町の中から選抜されるケースが存在したが、これも、若長町階級の中に吸収される形で、応接は家長と呼ばれるようになっていった。貢献。 顧問・相談役といった役職は、和歌町として多年の貢献があり、和歌町を卒業した町の長老閣が就任する役職であり、七夕道路の運行時は羽織を着用し車に乗って、灯籠の後ろを進むことになる。なお、総務の役職は、こうした羽織組の一つとして位置づけている町と、和歌町階級の内上位の実務者の役職として位置づけている町とに分かれる。 また、若町階級では原則として、羽織の着用は許されていない。もともと、弱、若者、若町という名前に見られるように、本来この祭りの担い手は、清掃年層であり、その定年を過ぎた卒業者は、祭りに参加しないという決まりがあった。しかし、この年齢を過ぎて、なお行列に参加しようとする、人々の絶えなかったことが、役職者が、 七夕道路の後ろに行列を作ってついていく、形態を出現させる背景になったものと考えられる。また、和歌町階級の細分化に見られる、教室金負担の王農化という性格は、後位の役職者でさらに強まり、現在では、貢献が最高額の教室金を負担する仕組みとなっている。なお、本節冒頭で、弱とは、各町の住民有志の総体と記したが、 住民と七夕への関わりの程度によって、二つの性格に分けられる。一つは、七夕道路の政策、運行のための資金は、若町以上の役職者によって拠出され、弱内部の人事も独立していて、町内会が関わらないタイプであり、この形態を若永七夕と呼ぶ。もう一つは、弱内部人事の選出に、町内会が当たり、 町内会からも資金が拠出されるなどより、住民参加意識が強いタイプであり、この形態は、町内七夕と呼ばれる。一方、戦術した通り七夕における町割り及び、弱と、現在の住民自治組織である、町内会あるいは行政上の町名とはそもそも、一致していないので、町内七夕として参加する、東町を例に挙げると、東町域内にある、 各町内会が連合町内会を結成し、その総会の決議によって七夕参加の可否を決定することになる。会所開きに先立って祈願が行われる日吉神社役七夕の行事は、七夕道路の運行に先立つ8月1日の会所開きから始まる。祭りに参加する各町の会所に祭壇が設けられると、各町2名ずつの代表者がの代しろである。 日吉神社に向かう。この時の格好は、七夕清掃と呼ばれる、浴衣に白手ぬぐい、白旅に白花をの草りを履いたものであり、ブラ蝶賃という丸型の蝶賃を持参する。役職者はさらに炉の羽織を着用する。日吉神社で行人の安全について祈祷を受けると、御手倉が授与されて、それを各会所に持ち帰ることになる。この御手倉は、 各町の会所の祭壇に安置されると、後に、七夕道路のシャチ飾りの中心に取り付けられて、ご神体とされる。なお、大町組のみ、日吉神社に出向くのでなく、同神社の神職が、大町の会所に出向く習わしとなっている。見手倉が安置された後は、挨拶回りが始まる。前説冒頭で述べたように、大庭を務める町から死者が出向き、 同じ町組の各町に正式に火星要請を行う。この際挨拶に回る町の順番もあらかじめ取り決められており、また挨拶の所作や工場も儀式化されたものとなっている。この挨拶回りが終わると、今度は火星町から火星受諾の使者が送られ、同様に返礼の挨拶が行われる。この後正式な会所開きが行われ、 役バタを行うことを内外に正式に宣言する儀式が行われるとともに、すべての参加者の役職名簿が公表されることになる。会所は役バタ最高にあたっての事務局であり、その設置を意味する会所道路に明かりが灯されて初めて寄付を募ることが可能になるのであり、合わせて会所開き式では太鼓の打ち始めと温度上げも行われる。かつては 会所開きとともに、七夕道路の制作がスタートしていたが、現在では、七夕道路をリース会社から借り入れているために、各町で、灯籠の制作は行っていない。代わって、重要なしきたりとして行われるのが、シャチの魂入れで、6日早朝、または5日夕刻に行われる。1日に、日吉神社より衰退した御手倉を、シャチの真ん中に取り付けると、 その下に町名を記した騎馬上鎮を取り付け、ついでシャチに目を書き入れていくことになる。弱の最高職である光圏から順に、左右2体のシャチの4箇所に目を書き入れ、灯籠の本丸五点に取り付けられると完成となる。灯籠が完成すると大帝の応接担当者が、火星城に向かい、運行への協力を再度依頼する挨拶に向かう。 柳町商店街にて休止中の様子8月6日の行事の本番となるのが、めぐる亭すなわち、七夕道路の運行である。魂入れの後それぞれの町の会所まで運ばれた七夕道路は午後になると、自、亭めぐる亭といって、自分たちの町内でのお披露目のために練り歩く。七夕道路の行列は、先頭から順に、田楽道路、太鼓、笛吹きに始まり、 灯籠を引く若者らが続く。若町階級の者は灯籠の周りを徒歩で随伴するが短期若町のように若町の中でも行為の者は灯籠に乗り込んで超人を上下に振って観客に挨拶をする役割の者もある。その後ろには高献ら羽織組の役職者がトラックの荷台に乗り込んで後ろに続く。なお、ここでも 行為のものほど高烈になるという原則は踏襲されており、貢献が最高尾となる。自定巡る定が終わると、すべての灯籠が所定の場所に集結し、有国には全巡る町と呼ばれる揃っての運行となる。全巡る定では町組内のすべての町を回るが、毎年担当の町組が異なるため、運行コースは毎年変わることになる。ただし、 基本的に自分たちの長組内を運行する一方で、どの長組も市役所前をコースに組み込んでおり、必ずしも自分たちの長組内でのみ運行が完結するわけではない。特に区域の小さい満長組、セ助長町組ではそのコースの多くで行き以外に足を伸ばしている。余韻の口に大休止があって、太鼓の揃い打ちが行われた後、再度巡る手が行われ、最後は、 解散式が行われる。解散式の後、すべての灯籠は、それぞれの町の会所に向かって帰還する流れとなる。米城川で行われるシャチ流しや七夕の行事の、長尾を飾るのが、シャチ流しである。七夕道路からシャチの実が取り外されて短期と呼ばれる、台車に移し替えられ、午後には、シャチのみで地、自、手、巡る手が行われる。 前日のめぐる町と異なり運行コースも簡略化されており、また6日のめぐる定時には灯籠に乗車して、運行の温度を取る役職である短期和歌町も、この日は乗車せずに、徒歩で随伴するのみである。夕刻に各町の灯籠が集まると米城側に揃って向かい、野城市総合体育館付近の堤防で、シャチがいかだに移し替えられる。 米代川の中央付近に浮かべられたシ地に火がかけられて流されると、祭りは終わりを迎えることになる。野城の七夕の起源は、一説には、安倍平府や坂の上の田村麻呂が、江戸生伐の際に呼びただしい数の灯籠を掲げて、おびき寄せ、江戸を撃破したという故事に由来するとも言われるが、これは後世に腐敗された伝説の類いであり、信憑に足るものと見られてはいない。 の代における七夕行事の文献上の書室は、漢方元年に、野地下市委員が表した、大遊戯記録である。そこでは7月6日夜から7月7日朝にかけて、ねぶ流しと呼ばれる行事が行われ、子供たちが組を作って、ねふねふ流れ流れ豆の葉に、とま,まれとまれと生やしたてながら灯籠を持って練り歩いた、ことが記されている。大遊戯気録の記述からは、七夕が、 子供主体の行事であるものの、ある程度組織だって行われており、道具の準備や林の練習などで、大人の助力や年長の子供から年少の子供へと行事を伝える仕組みがすでにあったことが推測されている。ついで文献に登場するのは、大遊戯記録から70年ほど下った文化年間の風俗と異状等で、これは江戸幕府が全国の文化、 宗族を調査するため諸藩に当てて送った風俗と異常に対する秋田藩からの回答である。ここでは7月の記事の中に7日星祭りのこととして一行が建てられ、この眠流して、ふこと、上北の野の城の港にはことに華やかにこう、渡りは二条ばかり高は三条にも四条にもする屋台、人形様々の工夫を尽くし、 回路を引きたる紙にて五彩を彩り、瑠璃刀に似たり、年々新規をせりも元も観に二うと記されており、趣向を凝らした七夕道路による華やかな祭りの姿が記されている。なお、風俗と異常刀に付された挿絵には、道路に車輪が付いていないことから、この当時は七夕道路を担いで運行したものと考えられている。前日の 風俗と異常等7月の記事中には、七夕道路の制作、運行と五丁組との関わりは記されていないが、同じく、野城の祭りとして一行が建てられた野城鹿島祭りの記事の中では、毎年の当番町が祭りに使う船と人形を作っていた旨の記述があることから、五丁組が祭りに関与する形式は、鹿島祭では19世紀第一四半期に、 すでに確立していたと見られる一方、七夕行事では、まだなかったものと推測されている。しかし、幕末慶応年間に、日夜牧義焼寺の住職、宝傑が記した日記には、畑町、府町、満町がそれぞれ出した七夕道路をめぐって、総論が発生した旨の記述があり、この頃には古町組が、祭りの運行に携わるようになっていたと考えられる。一方、 複数の町組から七夕道路が出ていて、年版の町組のみが祭りを取り行う、後年の様式とは、差異があることも読み取れる。これは、明治維新を迎えて、以後もしばらく変わらず、1873年の祭りでは新町、畑町、羽根列町、幕露町から七夕道路が出ている。現行の町組による、 当番制が確立した時期は明確でないが、1893年の資料には、本年は、清助町当番にてと当番制を、所与の前提として書かれた記述があることから、明治中期には当番制があったものと考えられている。ただし、親しみての関係に見られるような、当番の町組以外の町が、火星町として、七夕道路を出すケースはその後も見られた。 このように、19世紀の数十年間を通して、五丁組が、祭りの主体となる様式が形成されていったのである。また、概要で述べた通り、明治期まで祭りの古障は、眠流し、眠り流し、眠た流し、あるいは単に、七夕であり、薬七夕と呼ばれてはいなかった。この時期における、薬七夕とは、七夕行事の中で当番待ちたる大帝が出す。 七夕灯籠固有の故障であり、火星庁が出す七夕灯籠とは規模の上で一線を隠すものであった。それが次第に行事そのものの故障へと意味合いが変化していくことになるが、その時期もまた明確でない。しかし、大体が出す七夕灯籠を指して役七夕という要例は、昭和戦後の北は新報の新聞記事まで連綿と見られるものである。 の代の七夕行事は1996年に秋田県教育委員会によって記録選択向け民族文化財に指定されているが、その際に指定された名称は、故障に沿ったの代のねぶ流し行事である。七夕行事をめぐっては、古くから町々の間でトラブルが絶えなかった。それらは各種の相当、暴力行為、寄付の強要、子供、学生による 暴力的あるいは卑猥な言動などで、例えば1895年には、大町と柳町との間で衝突が起き、仲裁に入った警察官が重傷を負う出来事が発生、また1898年には、清助町と富町とが衝突し、この時は300人が入り乱れる大乱闘となった。この騒動の発端は、清助町組所属の暴露町が勢揃いの時間に、 遅れたことで、先着した富町が本来は黒町の着くべき位置についてしまったことによる。このことをめぐり富町と総論になり、一旦は富町が相手方を論難して居座ったものの、翌日これを遺恨とした聖助町、柳町、新町の若者たちが待ち伏せして富町と乱闘騒ぎに至ったのである。その後この出来事は、一方の当事者である富町との間よりも、 むしろ、同じ町組内である、聖助町と幕露町との間に確執を生み、以後数十年にわたって両者は互いに活性しない、関係となってしまった。聖助町と幕露町とが和解したのは実に1959年のことであり、当時の野城市長、柳谷清三郎の仲介で、ようやく両者の関係が正常化されるに至った。一方、 1898年の総統で共闘したことを契機として、聖助町と柳町は互いを親しみ邸と呼び合い、互いに家政庁の灯籠を出して協力し合う関係も生まれた。この親しみ邸関係もまた1959年の聖助町と幕路町の関係正常化まで続くこととなった。また、これらの明治中期の総統により、1899年に、 当番年を迎えた後町組では、五町が大艇を務めがたいとして、辞退を申し入れ、田夕組から離脱する事態となってしまった。これを肩代わりしたのが、組内の柳町であり、以後実質的な親町となった。1960年には、正式に柳町が、親町となって柳町組を再編成、合わせて、後町の田夕組への復帰を承認している。また、 寄付の強要も問題視されており、古くはテコ入れといって寄付を出さない家に対して家の中に押し入って太鼓を打ち鳴らして嫌がらせをしたり、物を投げ入れたりといった行為がたびたび行われていた。家の前に丸太を打ち込んでむしろを垂らし、七夕を見せないという嫌がらせがあったとも伝わる。このような悪兵や集まった寄付金を一夜のうちに それも大半を飲み食いで飛翔してしまうという乱秘の問題から、明治末期から大正時代にかけて、七夕改革論や果ては、不要論までもが現れることになる。そして、議会や行政を巻き込んで、七夕改革論が検討され、当時の野城港町によって、行政主導で長英七夕が試みられることとなった。従来の七夕を一旦排して、 朝栄七夕が開始されたのは1916年のことである。やはりきっかけとして寄付の供養が背景にあり、当時の野白小町町小林天風が表した野白港町市にもそのことが記されている。この時は当時の消防団員のほか役場の職員も総動員して世話役とし町の予算から391円を支出して、 初の朝栄七夕を実行した。続く1917年も同様に朝栄七夕を行ったが、結局のところ町民の支持を得られず、朝栄七夕に熾烈な反対の論法が向けられるに至った。そこで、翌1918年には形式を改めて、日吉神社、八幡神社の境内に格念で、七夕道路を安置して飾ることとしたが、動かない道路では、 見栄えもせず、酔っ払いによる投石も頻発したため、結局1926年をもって、朝栄七夕を廃止し、元の町組による再興に復することとなった。この10年間で、町が拠出した金額の累計は2190円に、及び、朝栄七夕の試みの挫折は、五町組の町々から、行政への不信が生まれる端緒となった。一方、この時期のは、 たびたび皇族による対乱の栄誉によくしている。1908年に皇太子時代の大正天皇が野城に行刑した折、秋田木材会社にお立ち寄り書を設営し、高さ15メートルの七夕道路を飾って歓迎している。また、1911年8月5日に、秩父の宮、高松の宮両殿下が来納した折も、秋木快楽社の前で引き七夕道路を、 対乱、1915年10月16日には、当時皇太子にして、摂政宮であった後の昭和天皇が、陸軍大演習のための城を行刑した際も、七夕道路を大乱している。大正期の朝栄七夕が挫折し、時代が昭和に移り変わってからも、引き続き七夕をめぐる、様々な悪臭の問題が横たわり、改革の必要性が指摘されることとなった。 この時期における悪臭の原因は、一概に七夕固有の問題にあるとも言えず、昭和強行期に入って労働者階級の困窮が進んだことで、七夕がその鬱屈の吐け口となり、階級闘争的な性格が持ち込まれたこともその一因であったと考えられる。百三十六年に地元市の北は新報が、七夕論是非というテーマで蝶内の有力者にインタビューを試み、 そこでは、弊害が大きいなら、廃止すべきといった強硬な意見をも含めて様々な意見が述べられているが、それでも七夕行事に歴史的な意義があり、民間信仰的、収束的な価値を認めることでは、見解が一致していた。廃止論、改善論の焦点は、あくまで寄付の共用問題や飲食による、乱皮、七夕道路運行が信仰に及ぶことによる、 風紀上の問題に当てられていたのである。1940年、野城港町が周辺の二村と合併し、新たに野城市が発足したが、時局は戦争に向かうさなかであり、七夕は数年来の中断を余儀なくされた。戦後復活したのは1946年のことである。戦前まで七夕行事は、 旧暦の7月1日から7日にかけて行われていたが戦後に新暦8月1日から7日に行うよう日程が改められた。また従来の長組による枠組みにとらわれない試みとして初めて事業所からの七夕も出た。当時は戦災復興で木材景気が良く一方で物価の上昇が激しかったため儲けを税金で取られるよりは 七夕で使ってしまおうとの意識があったことによる所産である。七夕の再開は市民に大きな希望を与え、また戦後の世相を反映した変化も取り入れられることとなったが、七夕道路の経費負担は、やはり各家庭にとって大きな負担であり、早くも七夕改革論が再浮上することになる。昭和20年代の特徴として、 戦後の女性の社会的地位の向上を背景として、婦人会などから寄付の教養の排除を求める声が寄せられたことが挙げられ、また戦前まで行為の役職者は家柄も加味されて選定されていたが、これを廃して民主的な運営が求められるようになっていった。七夕の運営をめぐる論点に観光家が浮上するのは1952年頃のことである。 1952年8月29日付、北は新報の記事では、市当局の考え方として、七夕行事を観光を意識したものに変革させて行かなければならないという主張が掲載されており、その中では、運行時間が深夜となっていることを最大の問題点として、戦前からの七夕改革論の視点が踏襲されている。しかし、1955年8月17日付、 北は、新法社説では、より踏み込んだ五条組への批判と、制度改革が主張された。その用紙を大きくまとめると、の3点に集約される。このドラスティックな改革論が打ち上げられた背景には、柳町の動向があった。かつては都庁組を構成する一町であった柳町は、この五路五町に代わって、親町の座につきつつあり、また新流町、柳町新道、 栄町などの旧藩時代の系譜を持たない町々をも、組の中に取り込むことで、新興勢力のリーダー格になっていったのである。そして、新地域の住民の声を吸い上げる役割を果たした後、町組改め柳町組の主張は、取りも直さず五町組制度の改変と、全資棚畑への移行論に結びつくこととなった。こうして、 昭和30年代を通じて5兆組改編を焦点とする改革論が続くこととなる。1962年に出された七夕改革の試案では5兆組の年番と枠組みを維持しながら年番以外の4兆組から火星庁として一気ずつ道路を出す。全種七夕案が出されたが、これも負担の平準化への打開策にはなり得ず、立ち消えとなってしまっている。 続けて1964年には、七夕改革委員会が結成されて、従来の五丁組を七丁組に改組する改革案が出された。この改革案は、従来の五丁組から最も枝町の多い柳町組を分割して柳町組と五丁組に分けること、町内人口の最も多い畑新邸を独立させて新たに畑新組を発足させること。 周辺市街地を七夕組に参入させることの3点を骨子しとする。しかし、拡張組の人口のアンバランスを是正することが主眼であったこの改革案も、改組の対象となる町にとっては培われてきた人間関係の分断につながること、戦後ようやく大帝になるターンが回ってきた、畑新定にとって新たな組の発足はゼロからのやり直しになってしまうこと、 七夕の敷たりを知らない、新しい町を迎え入れるのに難色が示されたことから、この改革案も頓挫してしまった。しかし、七町組への改組案は、その後も昭和50年代後半まで、たびたび浮上することとなる。一方、この時期には、清ー町組の分裂状態が解消されるなど、新しい動きも見られた。前説で述べた通り、1898年の、 相当を背景として、聖助町組では、聖助町と幕露町が長期にわたって対立状態に陥っており、聖助町が当番町である大帝を務める際は、同じ町組の幕露町に火星を頼むことなく、親しみ邸である柳町に依頼し、逆に幕露町が大帝を務める際も、聖助町に火星を依頼しなかった。しかし、祭りの主体となる。 若者たちの間にはもともと過去のいさかいの記憶はなく、同じく五町組によって行われる、日吉神社御神交祭ではすでに、聖助町組内での関係が正常化していた。このため、役棚渡でも本来の聖助町組を組み直したいという機運が熟しており、1959年、聖助町組が当番となった際、幕路町が火星道路を出すことで和解がなったのである。 5年後にサイド新助長組の当番となり、聖助長が大艇を務めた際も、幕助長から火星道路が出ている。また、聖助長と親しみて関係にあった柳町でも、辞儀を捉えた対応が取られた。聖助町組で、和解のなった翌1960年7月20日、柳町組を構成する各町が集まり、柳町申し合わせ書を、承認。 明日ともに後長組から柳町組への移行を図ると同時に明治以来七夕組から離脱していた後町の復帰を認めた。そして費用負担の低減を図る観点から過去の生産が行われたこの期に清ス町との親しみ定関係を公式に解消したのである。このように昭和30年代は外部からの介入による七夕改革の試みが 挫折する一方で、五丁組内部からの変革の動きが起こり、同時に祭りが儀式会の傾斜を強めるという動きを辿っていった。また、1963年から子供七夕の開催が始まっている。野城観光協会が根部なが市会を結成し、従来の役七夕とは別に観光七夕、野城根部なが市の運行を始めたのは、 1969年のことである。改革が叫ばれた背景には1968年の当番の満潮組、翌年の当番の清介町組での組内の人口減があった。この時ものし観光協会がのしろ七夕改革特別委員会を組織して、5町組から7町組への改変案が議論されたが実現せず、代わりにねぶがし会を組織して、 観光協会主導で、七夕道路の運行を試みることとなった。この観光協会主導の、野代根、ね、永氏は、しは、1972年から3年間にわたり、東京、銀座祭りで、出張運行するなど宣伝に努め、また万町組、清助町組の当番年である1973年、翌1974年には、役七夕との合同運行も行った。しかし、 結局のところこれも長続きせず、両者が別々にポスターを出すなど、観光客に、げんな印象を与えることにもなり、以後象徴の歴史をたどることとなる。のしろこう、開港5周年に当たる1979年には、これを記念して五町組各町から、七夕道路を運行してほしいという要望が、市当局より出されたが、これも実現することなく終わっている。 5兆組間の人口の不均衡の解消と開催負担の軽減が主眼だったはずの7兆組改変案が暗礁に乗り上げ、当番組以外の兆組からも火星道路を出す。全下七夕論が再び議論の訴状に上ったが、これも各兆組から拒まれる形で実現しなかった。これら改革の動きは必ずしも外部からの介入の手というわけでなく、 根部なが司会の理事長は、柳町組の筆頭は課長を兼ねており、両者の融合を目指す立場にあったが、長組側が七夕改革と相入れないことがはっきりしていくにつれ、改革案は完全に頓挫してしまった。1988年から始まった、お名残フェスティバルを起とした、のという一は、当事者が楽しむための伝統行事である、役七夕と役七夕を、 観光面で保管するね、ブナが人を切り分けるべきであるとする見解を示している。この、お名残フェスティバルでは、長組からの七夕道路は参加せず、地元中学生による一中和化、二中和化が参加している。平成の期間を通じて深刻化したのが、地域の人口減少、とりわけ役七夕を担ってきた、宮中侵害の空洞化と高齢化である。 鳥も直さず人口減少と高齢化は、担い手不足と資金難に直結することになり、祭りの維持に限界が見えている町も少なくない。こうした中、明確に観光による地域の活性化を目的として始まった行事が天空の不夜城である。役七夕の伝統を踏まえた上で2013年に初開催された天空の不夜城は盛況を迎え、 かねてより叫ばれながら停滞していた七夕の観光化を大きく前進させた。特に2016年には東京ドームで開催されたふるさと祭り東京に愛機が出展、また同年11月26.27日に同じく東京ドームで開催されたホークディオユズのデビュー20周年記念ライブユズのみにも愛機が出演し天空の不夜城をアピールしている。 天空の不夜城が徐々に知名度を高め、野代市の観光イベントとして定着する一方、運行形式のマンネリ化や観客を市内への宿泊に結びつけられておらず、経済効果の波及に活かしきれていないこと、灯籠を常設保管する施設がないために、毎年組み立てと解体を繰り返していることによる費用や損傷の問題など、様々な課題も指摘される。さらに、 ヤクタナバタの関係者の中には、五丁組と距離を置いてきた天空の不夜城事務局に対し、感情的なしこりがあるともされる。ヤクタナバタが祭りの維持に向けた岐路に立つ中で、天空の不夜城ともども、両者の関係構築を含めた将来像が問われている。概要説で述べた通り、野代の七夕道路は、後に、シャチの大型化という変遷をたどったものの、 その形態は城郭型が基本である。この城郭型灯籠は、天保期に地元の大工、宮古市や火力が製作した名古屋城天守を模した七夕灯籠が好評を博したことから、以後定着したと伝わり、火力は天空の不夜城の灯籠にその名を留めている。ところで、の代しろの七夕灯籠が城郭型に修練された時期を明治後期とする見解が見られる。 これは、明治中期に、のっしろに来遊した、放浪画家、美の虫三人の記したたびに一気に、逆だるや症状、体や、ねぶた風の武者人形像など、多種多様な思考の灯籠が描かれていたことを、主な根拠とする。しかし、彼の素描には明らかに別の祭りである秋田の関東が一緒に描かれていたり、城郭型灯籠に、シャチ飾りがなく、江戸時代後期に残された絵図よりも、 描写の正確性が後退しており、実際に観察見分したのか信頼性を書く面が見られる。むしろ、幕末期に描かれた灯籠の絵図が、いずれも上角型であり、それ以外の形態の絵が残されていないこと、また当番町の役割が伝統の継承と遵守にあり、火星町の灯籠も当番町の役七夕に習うのが自然であることを、 考え合わせると、の代しろの七夕道路は城郭型が基本であり、その成立時期は幕末期に遡るものと考えられる。灯籠の形態は最上部の社地飾りから順に、社地の基部となる本丸御殿、本丸五点、本丸五点の四隅に配置される隅五点、その下の各段はそれぞれ雲、松、桜、波を画題とした、雲道路、松道路、花道路、波道路,波道路となっており、 その下に台車である短期がある。また、花道路の正面部分には、日吉神社の鳥居と社殿が描かれ、背面には同じく、八幡神社の社殿が描かれて、野代の町創建当初からの二つの鎮守の神社がモチーフに取り込まれている。なお、昭和初期までは、波道路のもとに、幕道路と大道路があったが、 灯籠の高さが圧縮される過程で省略されていったとされる。これに対し明治後期の大型灯籠の姿を復元したとされる天空の不夜城の灯籠、火録では上から順にシャチと天守閣、その四隅の櫓、天守閣、櫓の基部となる石灯籠、中層部の二段が待つ、その下に桜が入り、さらにその下に波灯籠、花灯籠があって、 最下層に、紅れない白幕があり、役七夕の灯籠の構成とは順序に相違が見られる。もう一機の大型灯籠、愛機では、天守閣と社地、炭屋倉までの構成は同一だが、その下の各段は、安藤愛機の生涯の場面などを無茶員風に紹介したものであるために、役七夕の伝統的な様式には則っ,っていない。ありがとうございます。